養生テープを買ってきた。これで固定したればさ、うんうん、まあ結局向き変えたりするで、うん、またあれだろうけど、これいっちゃうと思って、軽く固定するだけでいいんやでさ、とりあえず。うん。うん。上から、おりゃー、おりゃー、これでいけるって、これ。うちも日々進化していくんだから、スタースタイルなんて。13年やってやっとカメラを固定するを覚えるっていうな。こんばんは、山亮と申します。さあ今日はね、どこにおるかというと三重県鈴鹿市、これ川のやったっけ、うん、のあたりね、あの川野のローソンですね、来ておりますと、今日はね岸さんも、いるわけでございますけどね、どうもということで、今日はね何をやっていこうかというと、新年一発目のね、2人で撮るという企画なんでね、ゆるいのやりますよ。とにかく前回、前々回とね、このメンバーで撮ったのがじゃんけんの旅とやってたわけやけど、まああれで、ね、まあすこぶる反省しましてですね、さすがにあれじゃんけんやりながら、いやいい旅になるんじゃないかと思ってたんですけど、結局同じとこをぐる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 回るだけでね、めちゃくちゃつまらん動画になってしまっとったと。で、毎回どうもそうなると、うん、なんか抜け出せねえなということで、あれはあれでまたやるときにはもうちょっと先までね、一回じゃんけんじゃその方向にずっと行ってみるとかね、うん、幹線道路まではとりあえず行ってみるとか、そういうような感じでやらないとダメだなというのを思ったんですけど、まあ今回はね、それとは別でちょっと面白い企画を思いついたんでね、それをやっていこうと。そうだ、温泉行こう。いいね、いいね。いや、こういうね、もうね、いいですか、今これを見てるね、今20代とか30代入るかなぐらいのね、YouTuber さんいっぱい、あ、その世代多いや、YouTuber ってね、この世代あんまりおらんや、うん、で、うちだってヒカキンさんより上の世代、はい、全然、ヒカキンさんより5つか6つぐらい上の世代なのかな、うん、39やからね、今、今年というか、もうすぐ39になるからね、2月生まれ同士なんでね、うん、なんですけど、ね、なってくるとね、ゆるい企画もやりたくなるわけでございますよ。ゆるいよ、今回ゆるいね。ゆるいよ。ゆるいかな。ゆるいゆるいゆるい。ゆるければこんな暗くないと思うんですけど。今朝の6時だけどね。うん。まあ、ただ、温泉入りに行くのにちょっとね、万が一っていうことがあるんで、ちょっと早めに集まっております。温泉行って帰るだけなんですけどね、ちょっと朝の6時から行かないとね、間に合わないかもしれない可能性が出ているっていうことだったんで、この時間に集まっております。なんでやっていうこと、何遠いところに行くのか、ね、と思ってるかもしれません。あ、でももうそっか、タイトルに出るんだ、YouTube はね。タイトルに出てるか分かってると思います。そうです。行き先は全て、ルーレットに任せようと。今までじゃんけんに任せようと、じゃんけんの神様気まぐれすぎると。ルーレットや。ルーレットやったら、一回パシンって決めちゃったら、もう、ルーレットの神様は、もうそれ以外は言わないですから。うん。多くは語らない。そして目的地はビシッと決めてくれるってことは、やっぱりルーレットやった方がいいんじゃないかって。いきなし急に平凡な客になった気もするけど。うん。うん、っていうことで、ルーレットでね、その行き先を決めようと思います。じゃあ、そのルーレットっていうのをとりあえず作ってきたわけでございますよ。作ってきたよ。頑張って。あれ、どこ行ったルーレット。普通のルーレットっていうアプリがあって、普通のルーレットっていう名前のアプリがあって、これでね、来たんですけど、まあ、こんな感じでずらーっとあります。で、ここのところになんか数字が書いてありまして、これ本当は数字のところに店の名前も入れたらよかったんですけど、それまでの余裕なかったんで、数字だけ打ってあります。で、1から56まで56箇所分のやつがこうやって打ってあります。まあ、今回当分にしときました、もうめんどくさいからね、うん、で、これでどうやってその行き先決めるかっていうと、世の中にはね、観光見えという名言に行くとね、道の駅とかに行くと観光見えっていうパンフレットがあるんですよ。でね、ちょうどね、今配ってる観光見えのパンフレットに温泉特集っていうの、日帰り温泉特集っていうのがありましたね、それが、全56箇所紹介してあげました。あ、これやとね、マップ付きでね、全部56箇所書いてあって、三重県内のね、いろんな、おすすめの温泉施設が書いてあるというやつがあったんで、このルーレット、今からね、ここからもノーカットで回しますんでね、ノーカットで回して、ここから今からボンと一発引いて、出た数字の、温泉施設に全部番号が振ってあったんで、その、番号のところに今から行くよと。
というわけでございます。ここまでは良かったんだ。ここまではね。ここまでは俺いいじゃん、これいいじゃん、ちょうど三重県のね観光紹介にもなるし、オフィシャルスポーツの紹介にもなる、ちょうどいいし思ったんですよね。まあただネックはあれだね、三重県内全部なんで、まあ私四日市に住んでて鈴鹿に住んでるわけですけど、まあこの辺りだったらいいよ、いなべとかだったら、あちょっと遠いなみたいな。ただね、一番遠いところ熊野まであるんですね。四日市から熊野はね、あの島スペイン村に行くより大変なんですよ。いいですか、今の YouTube 見せる人だったらこれで伝わるでしょ。島スペイン村に行くより大変なんだ、熊野に行く方が。間違いないだよな、はい、うん、紀伊奈良島だったら、あ、いや島スペイン村ちょっと互角に争えるなっていうところあるけど、熊野大和瀬になるとさすがにあっちがきついっていうことなんで、果たしてどこが出るのか、さあ回していこうと思ったんですけどね、大事なことを忘れてたんです。そのパンフレットねに書いてあるんですけど、パンフレット家に置いてきちゃいました。ごめん、ほんとごめん、ほんとごめん。パンフレットは前にねこの2人で撮った時に道の駅に寄ってたと思うんですけど、その時にちょうどそのパンフレットもらってたんですよ。で、あ、その裏側を見とって、あ、これやと思って思いついて、ルーレットとかも準備してね、よっしゃーって言ってね、行き込んでね、朝のうちだったら朝の5時から起きてよ、朝の5時から起きて準備して、あ、で温泉に入って朝ねタオルとか持ってかんとって準備してね、ウキウキって言って車に乗って鈴鹿に着いてパンフレット忘れたってことなんで、まずはねパンフレット手に入れたいんですけど、もう先にルーレット回しちゃおうと思います。あ、はい、ルーレット回してもう だから今から番号はもう決まります。番号は決まるんですけど、私たちはそれがどこなのかわからないまま、とりあえずパンフレットを探す旅に出ます。あ、もしかしたらちょっとネットで拾えるかもしれないですね、うん、ってことで今から運命のルールと回すの、どうする、回したい、お願いします。まあやっぱり山陽さんで行きましょう。わかりました。ってことでね、じゃあね早速こんな感じで回していきたいと思います。よーし、見えるかな、よいしょ。じゃあ運命のルーレットも一発かけなんでね、ここ行きますよ。よいしょ、音ちっちゃいけど、何番だ、何番、23番。どこだろうね、真ん中らへんだね、多分中途半端な位置だね。うん、あれね、ただね、ちょっと厄介なのが、あのやつって、単純に1番から56、1番が北で56番が南ってわけじゃなかったのよ。そうか。なんか泉質とかで分けてあったりとかがあったもんで、もしかしたら、すごいところかもしれない。23。まあ、縁起のいい数字かもしれない。どの辺か予想しましょうか。うん。どこだと思う？伊賀だと思う。伊賀か。でも伊賀って温泉少ないね。うん、今回だって天然温泉だからね、うん、一応スクリーンショット撮っときます。そう、携帯書いたもんでね、まだね使えないって書いてね。よし、これで OK だ。よし、とりあえず23番ね。さあ果たしてどこなのか、ちなみにちょっとこれで見れるかどうかだけ調べてみとくわ、うん、初詣と別で、あ、これだこれだ、うん、あ、この下にね、はい、乗ってました。あ、今もうスクリーンショットでやっとくわ、スクショのやつ出してきますけどね、いや、もう読みなくて、こんな感じでね、パンフレットがあって、ちょうど PDF で公開されてたんでね、これでいこうと思うんですけど、じゃあ23番、どこにあるのかというと、こんな感じで、温泉巡りっていうのがあって、ここにいろいろ書いてあるんですね。でしょ、結構その単純な順番でもないでしょ。ってことで、これで何番なのか、23、どこ、23、メナード青山リゾート気流温泉後楽の湯伊賀だ。当たったおめでとう。ああ、メラード青山リゾートの、あれでもここってやってんのかな、ね、それだよね。まあリゾートだからやってるでしょ。うわー、
遠いぞ、山ん中じゃんこれ。メナード山リゾートはね、地図出そう。いい、結構いろいろあるな。これか、みやびの湯ってなってて、違うな。何の湯やったっけ。幸楽の湯。どこ別のやつが出てくる。ページが出てくるね。幸楽の湯。ここはもう、わかったから。ここが、温泉は気流温泉、幸楽の湯ですってなってるな。一応この青山リゾートを目指せばいいみたいだけど、やばいね、やばいね。いやー、伊賀だから、伊賀だから、まあ距離は知れてるか、いやでもこれどっから入ってたら、明白国道から出ないな。どう行くんだこれ。まあ家駅から、家駅駅のあたりから山入って、家駅駅家駅駅名勝線だよ。名勝線やっあっちかだよな。これでとりあえずとしてはナビどこが出る。経路は有料道路だしで、やっぱ名阪国道か、そっちの方が早いのか。あ、でも飯も食いだし、国一にとりあえずずっと走っていくか。ぐいなー。じゃあ最短だとこのグリーンロードだね。あ、距離が短いのかな。グリーンロードか、そっちの方がいいんですかもな。何かしら店はあるもんな。たまに亀山には向いてくるけど、よく行く顔だしな。まあどっち早いか、ね、まあ、間違いなく名阪の方が早いみたいな。名阪、まあ名阪行くか。あそこやってるよ。もう亀山の、多分、ゆすの屋もやってると思うし、あそこで寂しくって行ったらいい。じゃあ、そんな感じで行ってみたいと思います。はい、これ、どうする？前に移した方がいいのかな？どうだろうな。